皆さんこんにちは。将棋ニュース速攻をご視聴いただきありがとうございます。今回は第72期大座戦、二次予選より、藤本渚五段対山崎孝之八段で起きた恐るべき心理戦を解説していきたいと思います。 本局は、プロも素晴らしい手ですねと大絶賛する終盤戦。藤本渚五段はまだデビューから2年目という期待の新人高校生なんですが、将棋はあの藤井聡太八冠を放出させるような切れ味抜群の将棋で、もう藤井二世とも思えるような気持ちいい大逆転を起こしていきました。この将棋だけは将棋界の幕開けが垣間見れる一戦で、ぜひとも最後まで見ていただきたい将棋となっておりますので、今回はこちらを初心者の方にもわかるよう解説していきたいと思います。 解説者、商業図7段の志賀です。それでは参りましょう。さて、それではやっていきたいと思います。今回は先手番が藤本渚沙五段、そして後手番が山崎孝之八段となりました。まず初手に先手番の藤本五段は2六歩、そして後手の山崎八段は3四歩とついていきます。7六歩に対しまして9四歩。 本譜はここで山崎八段が、まあ、いきなり端歩を突いていったというところで、まあ、これはちょっと個人的には珍しい手かなと思うんですけれどもただこの後手番の山崎八段というのは基本的に力戦系の将棋を指されるそんな棋士でもあります9六に対しまして4四,四歩そして本譜は4八銀から3二銀と進んでいきますまた対する先手番の藤本五段なんですけれども今年度の成績が勝率が84.7%となっております これは対局数ランキング2位で、また少数ランキングが現状1位タイ、そして勝率ランキングが2位となっております。今年度の勝率1位は皆さんご存知藤井聡太八冠なんですけれども、ただこの勝率2位の84.7%、もう本当に異次元というところであります。特に先手番の藤本五段は本局に勝たれれば勝率85%、歴代でも確か5位に上がるというふうに記憶しておりますので、非常に注目の一戦です。 そして本譜はここで7八銀に対しまして5四歩2五歩に対して3二金と進んでいきます山崎八段は居飛車党の棋士でありますので基本的には飛車先をついていくような形になるかなと思うんですけれどもただこの駒組みを見ていますと結構振り飛車例えば5二車と中飛車にするような展開も見られますしこういったところはやはり他のトップ棋士と比べると一味違うなというふうに感じますそして実戦は6六歩に対しまして3一角 六七銀に対しまして84歩と進んでいきます本局の立ち合い人であった山本六段は現局面を見て後手の山崎さんの引き角か,からのガンギは少し珍しい形ですねとそのようなコメントを残されています実戦は七八銀に対しまして八五5歩 7七角に対して7四歩と進んでいくんですが、現局面では完全に前例がゼロとなっておりまして、また山崎八段の持ち時間の消費からしましても、ほぼノータイムで刺されていましたので、おそらく自分の土俵に持ち込んでの研究だったんじゃないかなというふうに思います。そして対する藤本五段なんですけれども、こちらの寄風としましては、基本的には雁木を使われる、まぁ、あ、い,いうなら山崎八段とちょっと似たよ,ったような力戦系の将棋をよく刺されます。ですので、この進行を見ていますと、 本局は相といううになりそうです実戦は4六に対しまして7三桂そして K に対して K と進んでいきます山崎八段は序盤早々からこの7三の時点に桂馬を跳ねていきましたのでどうかで速攻というような手段も考えていたと思うんですけれどもただ現局面でここで藤本五段が6六歩とついてある形でありますので、まあ、6五桂からの速攻がないというふうになれば基本的には6二銀から6三銀。 そして、まあ、あわよくば右玉のような、そんな展開にしていくことも考えられます。本譜は4七銀に対しまして、7二銀、そして2四歩と、まあ、しとまず飛車先交換をしていきまして、ここで2九比に対して、そして6二金と進んでいきます。現局面の形成は、先手番の藤本五段の方が若干良しの100点程度。ただまだ実戦的には互角かなというふうに思います。5八金に対して、1四歩、1六歩。 そして8一飛に対して6九玉と進んでいきます。藤本五段はこの一手で雁木にすることができましたので、まあ、本当にこれまでの藤本五段の将棋、かなり追いかけているんですけれども、過去には安倍間の将棋で渡辺明九段をわずか5六十手で倒してしまったという、まあ、そんな将棋もありますし、効果論展開に非常に楽しみというようなところです。本譜は6一玉に対しまして5六歩、そして6四歩に対して7九玉と進んでいきます。 まあ私としましてはこの6一玉という手はえ地味ながらも少し珍しいなというふうに感じていましてえ、まあ、普通であれば4一玉とこちらの方に玉を寄ったりえあるいは5二玉と玉を立つようなことも結構多いかなと思うんですけれどもまず6三銀と上がらずして6一玉と寄っていくのはえ、まあ、かなり凝ったような進行に見えます。本譜は三銀に対しましまて八角 そして7-2玉と上がって、これで右玉を完成させていくのでありました。まあ、本当に本局、藤本五段からすれば、勝てば歴史に残る記録を打ち立てるというようなところでありますので、ぜひとも頑張っていただきたいなというふうに思うんですけれども、実戦はここからわずか数手後からいきなり戦いが始まっていきます。本歩は5三角に対しまして7-7桂、そしてひとまず8-6歩同歩同車と車先交換をしていくんですが、ここで藤本五段は、 87金と上がっていきます通常であれば現局面では普通は8 7歩と受けていくようなことも多いかなと思うんですけれども現代の将棋というのはこういった局面で結構突っ張って8 7金と上がっていくような展開が多く見受けられていまして狙いとしましては、まあ、8 1飛車と引いて8 6歩と打っていくんですけれどもこの後に場合によっては9 8香から 救急車車と回っってていいいくようないわゆる地下鉄飛車を狙っています実戦もこのように進んでいきましてただこのようになっていきますともういきなり乱戦系になっていくということも考えられますので現局面ではもうお二人ともにかなりピリついていたかなというふうに思いますそして本譜は現局面で山崎八段としてはもうこの初攻めという展開が見て取れますのでどうするかなというふうに見ていたんですけれども実戦はここでまた凝った手順を用意していたのでありましたそれが一玉という手になります まあ先ほどまではこう足早に6一玉から7二玉と上がっていくような形で2玉を見せていたんですけれどもただ今度はこの端攻めを見られてからもういきなりスッと6一玉と引いていってしかもこの一手というのはわずか4秒で刺されていますえすなわちまだ現局面でも山崎八段としましては研究範囲内というようなところで、まあ、おそらくかなり現局面を熟知されていたのかなというふうに思います また一例なんですけれども例えば銀局面で藤本五段が9八強と上がっていきますとこれはおそらく7二銀と引くような展開こういったところを予想していたのかなと思います。 例えばここで9急車と回っていきますとこれは先ほど7二に玉がいたんですけれども6一に玉を引いたことによって7二銀と引く形ができましたのでそこで8三銀と上がっていけばこれで駒の組み替えが成功していきます八二銀が効いていますのでこれですぐに9五歩と突くことはできないですしまた変えてこれちょっと形を決めすぎというようなところもありますので後手からの反発というところも気になります 詰まるところ進めてみればなるほどというようなところなんですけれどもいやこういったところは本当に深くまで研究が入っているなというところですそして本譜は現局面で藤本五段どのように指していくのかというようなところだったんですけれども実戦はここでまた別サイドからまた攻めの手を広げていきますそれが1号譜という手これは後手玉が6一の下段の方に引いていきましたので一時的に飛車の横引きが消えています ですので、まあ、そこで同歩と取らせてから1三歩と打っていくことによって、まあ、この強者を釣り上げて1一飛車と回っていくような飛車を足し算して受けるような手もなくなっていますし現局面をこの端攻めの後期とと見てて動いていったこころです、まあ、こういったところを見ていると本当に藤本五段の筋の良さというところがしみじみと感じられるところなんですけれどもただ実戦は現局面でも山崎八段はずっとノータイムで差し詰められていたのでまだまだ予想の範囲内でもあったのかなと思います。 そして本譜はここで山崎八段は反撃に転じていくのでありました。それが 6号歩という手なんと現局面ではこの端を放置してそこで攻めていくというのが最善手となっていまして現局面では気質などで同歩という手も非常に難しいですしまた同桂同桂同歩という、まあ、桂交感を入れてこの6五歩を回収していくかどちらの方が得かというところも非常に難しいという見解でした実戦はここで藤本五段は約11分の考慮で6五同歩と応じていきます また現局面を見ていた山本六段はパッと見ですけどこの6号同歩は大きな拠点に感じますねとそのように述べていますそして本譜は現局面でこの5三の角道が通ってきた形になりますのでここで7号歩 同歩に対して歩と進んでいきますこれでさらに歩を合わせていくことによって例えば7四同歩と取ってくれればそこで同銀と前に出る狙いがありまして以下例えば7六歩と打っていきますとそこで8五歩と合わせていくのがこれまた厳しい手とはなっています。まあ、こういった小技を繰り出すような展開になっていけばもう戦いが止まることは基本的にありませんので、まあ、どうなっていくかというようなところなんですけれどもただ個人的にはこの瞬間で仕掛けていったのは藤本五段からすれば、まあ、少しチャンスであったのかなというふうに 感じますなぜなのかと言いますと、まあ、これは棋風的なものなんですが山崎八段の棋風というのは基本的には、まあ、この玉系のバランス特に中段玉なので粘っていくような将棋は非常に得意な棋士かなというふうに思いますただこの原曲面というのが6一玉の下段玉となっていますので終盤戦の切り合いになった際に玉を上に逃げにくくなっているとそのような点があります、まあ、まだまだここから5 2玉と上がっていって上に逃げていくような展開も当然考えられるんですがもし藤本五段がこういったところも 視野に入れていたとしたらそれこそ人読みに優れた勝負史というところですそして本部は12歩なりに対して同居そして13歩に対して同居と進んでいきます 先ほどの手順で藤本五段は6五歩同歩そして7五歩同歩で2歩を手持ちにすることができましたのでようやく歩の叩きのような感じで強者を釣り上げてそして現局面では4五歩と突くことによって今度はこの1三強取りに格好なることができます実際は現局面で山崎八段は約1分の考慮で2二金と少し具形ながら受けていくんですがただこの局面では形成としましては先手番の藤本五段の方がプラス500点程度 勝率ベースですと70%ほど先手が優勢でありましたどうかで過去になんですけれども藤本五段がトッププロの方々と将棋を指す時にお腹が痛くなると胃が痛くなると、まあ、そのようなことを述べていた記憶があるんですがこういった進行を見ていますと気持ち的にはそうだったとしても非常に鋭いなという印象なところ本譜は現局面でさらに4四歩と取り込んでいきます同角に対しまして4五歩5三角そして実戦はここで4六角と飛び出ていくのでありました 将棋の展開としましては、まあ、非常に高度な駆け引きがずっと行われているかなと思うんですけれどもこの4六角の狙いとしましては次に6四歩と突き出す点にあります例えば一例としまして、まあ、現局面で5二玉などと逃げていきますとこれは歩を突き出して例えば同銀通ってくれればそこで7四歩この形が一時的に桂馬が積んでいる形となりますのでここまで進めば先手が成功形となります こういった点がありましたので実戦はこの4六角に対しまして山崎八段も7五歩そして先手はではとばかりにさらに3五歩と別方面からまた手を作っていきます同歩と取られた際に、まあ、少し狙いが見えにくいかなというふうには思うんですけれどもこの手に対しましてはさらに藤本五段は広大な構想を練っていましてそれが2四歩 にに対しましままて 4, 4歩という順になりますこれどん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 ただのところに歩を突き捨てていますので、まあ、一見え大丈夫なのかというような攻めに見えるんですけれども。 これ同銀と取られた際にそこで2四車と走っていく手がさらなる狙いとなっていまして当然これは2二の金取りになっていますので2三歩と受けていくんですがそこで3四車と寄っていきますとこの形というのが最終的に藤本五段の狙っていた形となります次に1四歩と打ってこの強車を取っていくような順もありますしまた変えてこれ別サイドから6四歩同銀に対しましては同角同角に4四車と、まあ、この時点で駒を清算して最後に4四車と寄るような筋もあります ので、まあ、この両狙いがちょっと受けにくいんじゃないかというところです。えただ現局面では気質で北浜八段がこの三四車に対して。 5二玉と上がる手これは考えられるんじゃないかというような具合で検討されていましてえ、まあ、例えば一例として1四歩取っていきますとそこで4三玉と上がっていってこれで1三歩なりと強者は取られてしまうんですけれども3四玉と上がっていきますと、まあ、これがいかにも,もう山崎八段の好きそうな形でありますので私としましては、まあ、この形は結構現実的にあり得るんじゃないかなとそのように見ていましたえただ本譜はこの3四飛車に対しまして山崎八段はなんと攻め合いに転じていきます それが8歩と言って本譜は同歩と取っていくんですけれどもそこで4五歩と打ってさらに攻めを催促していきます。 おそらく狙いとしましては例えば一例として5-7角と引いてくれればそこで5-2玉と上がっていくことによってさらに自力が厚くなって安全になっていますので次こそ4三玉を狙ってこの飛車を取りに行こうとそのような順が考えられます本当に後手の山崎八段はこういったところで相手にあえて攻めさせて受けやすいような展開にしてから最終的に安全勝ちをしていくという,いうような構想が非常に上手い棋士でありますのでここは先手の藤本五段もかなり悩まれたかなというふうに思うんですけれども ただ本譜はここで藤本五段がまたさらなる過激な勝負手を放っていくのでありましたそれがなんとこの角を取られに行く6四角という手。 通常であれば角を引くというふうに思うと思うんですがただこういったところでどん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 駒が前に出ていくというのが本当に若さを感じられる将棋かなというふうに思います次の狙いはと言いますと例えば一例として何もしなければ今度こそこれ5三角なりと角交換をすることができますしまた角取りに純粋に角を逃げていますのでそれ自体でも手の効果はあるといったところですただこの6四の時点に角を上がっていきますとこれ当然銀の利きに角がありますので同銀と応じて 本譜は同歩と取っていくんですけれどもこの形というのが一時的に角銀交換となっていますのでいやこれは本当にすごい手が出たなというふうに見ておりました。 本譜は山崎八段もこの6四同銀に対して15分の考慮で考えられていましたので、まあ、結構悩まれたのかなというふうに思うんですけれども現局面の形成はまだまだ五分というところ実戦的には非常に難しいかなというふうに思いますそして本譜はここで6四の地点に歩がどんどん伸びてきましたので後手からしてもちょっと気持ち悪いかなというふうに思うと思うんですがただここでは山崎八段としましても返し技がありましたそれが5二角という手 この先手の飛車というのは常にこれ狙われるようなところにあったんですけれどもついに角を持たれてしまいますと無条件に3四角と取れるような形になりますので先手としては非常に慌ただしい局面となっています。本譜は7四歩と打っていくんですが実戦はこれに対して8五系 そして、6号 k と進んだ局面で、五手の山崎八段の方が勝率65%程度、藤本五段としては逆に35%程度となっていますので、若干ピンチの局面を迎えていきます。先手は現状、一応これ角取りにはなっているんですけれども、ただ、本譜はここで3四角と、飛車を取った手が純粋にこれ、ほぼ飛車毒となっていますし、また現状先手玉というのも徐々に桂馬が跳ねられて危なくなってきていますので、次に金などが入っていけば、もしかしたら77金から即詰みなども考えられいます。 得られるような局面ですそして本譜はここで6三な成となったところで山崎八段の勝率はなんと75%先手の藤本五段はさらに厳しく追い詰められていきます私としましてはこれちょっと藤本五段もちょっと厳しいかなというふうに見ていたんですがただこの対局しているお二人からしますと本当に泥試合になっているのでありました本譜はこの6三な成りに対しまして実戦で山崎八段は16分の考慮で6六歩と打っていきます なんとこの一手でいきなり藤本五段の勝率が65%まで跳ね上がっていきましてこれにはプロ棋士の方々もなんだなんだと非常に大騒ぎされていましたまずこの手の意味はと言いますとこれ一例として同銀と取っていきますとこれは6球シャノート下ろしていった際に純粋に銀の紐が外れていますのでこれでどんどん先手先手で攻めていこうとそのような意図があります ただ、衝撃的なのは、これ、6三歩なりという手は、と金をタダで作れるところに成り捨てているんですけれども、当然、同金と取り返せば駒損はないというところ。ただ、それをあえて、これ無視して攻め合っていますので、いわば金をタダで上げていると、そのようにも言い換えることができます。実戦はなんと、この6六歩の局面で、いきなり藤本五段が逆転していきましたので、おそらく山崎八段の精神的な読みとしましては、この局面は AI 的には優勢というふうに示しているんですけれども、 実戦的には本当に一直線の攻め合いで勝てるか負けるか本当にわからないとそのように感じていたかなと思います。そして本譜はこの66符に対しまして藤本五段はま一回62とと取るかなというふうにも思っていたんですけれどもただ実戦はなんとこの手に対しまして藤本五段は78銀この手でまた山崎八段の勝率は70%程度まで膨れ上がっていきますまた現局面を見ていた北浜八段はこの夕食休憩前に指したということは 藤本さんはもしかしたら現局目に自信があるのかもしれませんねと、そんなコメントを残されています。 AI 的な勝率ですと先手の藤本五段は少し悪いというようなところなんですけれどもただこの差し手の感触からすると本当に攻め合いで少し自分が勝っているかもしれないとそのようなことも考えられるということで水面下の変化では AI では起こらない絶妙の順というのが繰り広げられていましたそして実戦はなんとこの手に対しまして山崎八段は77分の大長考ということでおそらく山崎八段も6 2と1回取ってくるんじゃないかとそっちの方を本筋読んでいたと思うんですがまさかの 銀と手を圧されたところでここで大長考に沈んでいきます本譜は6三金と悩みながらも取っていくんですが実戦は7三なり6四金に対しまして5三桂なりと進んでいきますちなみに銀局面ではまだ山崎八段の方が勝率70%程度先手の藤本五段の方が本来は厳しいような局面だと思うんですけれども本譜は同銀に対しまして7二銀そして5一玉に対して8一銀なりと進んでいきます ここまでやっていきますと山崎八段からしても形勢がいいとはいえ5三の角と8一の飛車が取られている状況となっておりますので感触としてはかなり気持ち悪かったかなと思います。 ただ本部のこの順というのは AI 的には最善手順となっておりまして、また後手の方が形勢は良し、その理由というのはこの順から分かっていきます。以下実戦はこの手に対しまして山崎八段は半信半疑で76 k と打っていったと思うんですが、現局面では先手からしますと同金か漁港を逃げるかの大きく2択が考えられます。 一例として、まず同金の順を紹介していきたいと思うんですが、これは同歩と取られた後に、先手玉というのが次に7七金から殺到される順がありまして、例えば一例として、1八強などと上がっていきますと、これは先手玉が11手詰めとなっています。7七金に対しまして、7九玉と落ちていきますけれども、そこで7八金、同玉に対して7七歩り。これで6九玉と逃げていけば、相手の持ち駒が飛車銀とありますので、ここで7九飛車と捨てて、同玉に、 銀まままでの即済みとなってしまいます本譜はこういった順がありましたので先手の藤本五段は7九玉と引いていくんですがただここでもまた水面下では非常に難しい変化が潜んでいました AI の最善手は現局面では6七歩成という手を推奨しています 実戦でもこのように指していきまして本譜は同金と取っていくんですがそこで4九飛車という順が非常に厳しい手となっていまして、まあ、例えば一例としてこれ6九歩と先手が受けていきますとそこで4七飛りとなっていくことができます。 この4九飛車自体は大手銀取りとなっていますので、まあ、単純に銀を取っていく手ではあるんですけれども、これが次に8六歩と打って、まあ、同金であれば8八銀前の即詰めを狙ったりであるとか、あるいはどこかで場合によっては6七竜と金を取ってしまって相手局を寄せていくような順も考えられますので、この局面であれば AI の評価値としましては、後手の方が勝率90%程度というところです。ただ本譜はこの手に対しまして山崎八段は別の一手を放っていきます。それが8六歩という手。 なんと実戦はこの手を境に今度は先手の藤本渚五段の方が勝率86%程度まで膨れ上がっていきまして現地の検討室ではまた何が起こったんだと大詐欺になりましたこれは何が起こったのかと言いますと実戦は現局面で藤本五段はまず11飛車と王手をしていきます 実はこの大手というのが後手からすると非常に受けづらい局面となっていましてもし仮に先ほど4九飛車から大手銀取りをかけて4七飛りとなっていった場合はこれは2 1の地点に銀を受けることができるんですけれども銀局面は持ち駒が飛車のみとなっていますので ここで例えば4一飛車であるとか、あるいは2一飛車と受けるのはちょっとやりづらい手というところであります。一例として2一飛車と打って、まあ、これちょっと過去の王座戦、藤井聡太七冠対長瀬拓也王座の、まあ、少し似たような類似局面となっていますけれども、この際は同飛車なりと取ってくれれば同金と取った際に後手玉がちょっと引き締まるんですけれども、これを変えて同飛なりとは取らずに3一角と下ろしていく手が非常に厳しい手となっています。 一一飛車に対しましてはそこで5三角なりとなっていきますと、一時的にこれ、飛車取れているものの、ただ、後手玉というのが今度4二銀からの詰めろであるとか、あるいは6二とと活用していく順。6四馬と金を取れても残っていますので、これはかなり厳しい手というところです。仮に原局面で4九飛車と進んで4七ひなり。 そして1一飛車に対して2一銀と進んでじゃあここでも3一角はいずれにしても厳しいんじゃないかと思われる方これはかなり鋭い手順だと思うんですけれども実は原局目に対しましては5二玉と上がる手がありましてこれで2二角なりに対しましては同銀と取っていけばこれで大手を防ぎながらそしてまあ一石二鳥のような感じで受けることができますので後、まあ、手満足というところですおそらく山崎八段はこの4七ひなりと銀は取れるもののこの取った手がぬるいというふうに見て8六歩と打って ったと思うんですがかえってこれがあざとなってしまい現局面で藤本渚五段は逆転に成功していくのでありましたそして本譜は11飛車に対しまして4二玉そして4三歩と叩いていきます先手玉は次に8七歩成とこの金をボロッと捉えてしまいますともうほぼ必死形となってしまうんですけれどもただこの一瞬が先手玉詰めろにはなっていませんのでここで寄せていこうとおそらく藤本五段は考えていたと思います 本譜はこれに対しまして例えば同角と取っていきますとこれは3一角と下ろした際に玉が上に逃げられなくなっていますので、まあ、例えば5二玉と逃げていきましても単純に2二角なりとなっていけばまだ詰めろでなくそして後手の山崎玉というのは5一金から4一以内までの詰めろとなっていますのでこれはまた先手が勝ちとなっていきます本譜は4三歩に対しまして同玉と取るよりなかったと思うんですが実戦はこれに対しまして藤本五段は神がかりの寄せを披露していきます それがひとまず一ひなりという手山崎八段は4三歩に対しましては3二玉と逃げる順もあったんですけれどもただこのように寄っていきますとこの拠点が非常に大きく響いてしまいますのであくまで4一ひなりに対しましては4二シ車と打って、まあ、頑張ろうとしていくんですがただこれに対しましては6一角4四玉に対して。 3 4角ななりとなっていきますこれが非常に紙一重の順となっていまして、まあ、例えば同玉と取っていきますけれどもそこで再度6一角と下ろしていくのがこれが先手の狙いとなっています。 この際に、後手はまた大手となっているんですけれども、通常であれば、持ち駒を持っていれば、例えば43の地点、52の地点に受ければ、これで大手を回避することができます。ただ、現局面は、やはり持ち駒が大駒の角のみ、そして封6枚あるんですけれども、この5筋、4筋、3筋、すべてに風が効いていますので、風を打つことはできません。実戦はこの手に対しまして、有効な受けの手段というのが、例えば24玉と打っていきましても、42竜、同銀に対しまして、これは34飛車と打っていけば即詰みになりますし、また 変えて4三角縄と打っていきましてもこれもまた同角成となっていった際に同飛車は5二角で今度はまたこれ4一の飛車が取れない形となりますので非常に厳しい格好となっています。 本譜はこういったことがありましたのでもう4 4玉と消去法で逃げるしかなかったんですがこれに対しましては実戦4 2竜に対しまして同銀そして6二飛車と下ろしていきますここまで進んでいきますと、まあ、非常に長手数ではあったんですけれども金銀両取りがかかっている形となりまして、まあ、まさにこのような手順を見ていますと藤井聡太八冠の少し若い頃の将棋を見ているようなそんな感覚にも陥ります 一例として例えばこれ5三銀と上がっていくとこれで一目金銀両取り受かっているように見えるんですがただこれに対しましてはかまわず6四ひなりとなっていく手があります同銀に対しましてはそこで3四金と折っていきますと今度はこれ6四にいる銀が邪魔駒となっていまして最後4三金と入っていけば積み筋となっています 実戦はこういったところがありましたので本譜は山崎八段は4三銀と上がって粘りに出ていくんですがただここで6四ひなりとなっていきますとこれがまた山崎八段の玉が詰めろとなっています一例として8七な成りとなっていきますとこれは5五金と打っていきまして3四玉一見するとちょっと詰み筋が分かりにくいように見えるんですがここで5四竜と寄っていく手がありまして同銀とは取ることができません 角筋が効いていますので相駒をするしかないんですがこれにも構わず導流と取っていけば後手玉は罪となっていますここまでなっていけば後手玉というのが詰めろになりながら金をボロッと取れている形になりますのでいやここまでの将棋の組み立てデビュー2年目にしてこんな将棋を指すのはもう藤本渚四段と藤井聡太八冠の天才騎士ぐらいかなと思います 実戦は現局面で山崎八段も粘りの強い棋士でありますから3六歩とついていきまして、まあ、これでなんとか玉の逃げ道を作っていくんですが本譜はこれに対しましてさらに藤森五段はより厳しい追い込みを見せていきます。それがズバッと4三角成という手。 これは当然、玉を逃げていきますと、そこで25金と打っていけば、これ同桂に対しまして、同馬からどんどん玉を下に追いやっていけば、35銀から玉を引いて、まあ、少し長い順にはなるんですけれども、竜を入って、32玉に対しまして、以下43竜から42竜と入っていく順で、まあ、これ詰みという風になりますので、ひとまず4三角なりこれは後手からしますと同玉と応じるようにありません。本譜も同玉と取っていきます。 ただ実戦はこれに対しまして藤本五段はさらに6三流と入っていきまして、まあ、これはずっと AI の最善手順にもなっていたんですけれども、ここに入って連続大手をかけていきます。このまず6三流なんですけれども、一例として後手の山崎八段がまず4四玉と逃げていきますと、これは3六銀と F を取っていく手があります。 先手玉は未だまだ詰めろになっておらずそして対する後手玉というのが次3号銀までの詰み筋がありますので、まあ、これはさすがにちょっと後手も厳しいかなと思います実戦はこういったことがありましたので山崎八段は5三飛車と受けていくんですがただこの後にさらにプロも,もう大絶賛させた一手を放っていくのでありましたそれが本譜同流に対しまして同玉そして一見するとここでちょっと寄せがなかなか分かりづらそうに見えるんですが なんとととっていきますこの手を見た北浜八段はいやこの手は読めば読むほど素晴らしいですねともう大絶賛しておりまして一例としてまず玉を握る手を見てみましょうこれは4二飛車と下ろしていく手がありまして例えば合間をしていきますとそこで同飛成り 同玉にに対しててさら4-1と打っていくような順で、まあ、例えば合駒をしていきましても4 4歩と打っていったりであるとかあるいは4 4銀と捨てたり同飛なりとなっていくような手で以下同玉にそこで6 4角と放ってどんどんいろんな積み筋が生じていますのでこれはちょっと後手もほぼ崩壊になっているかなと思いますですので、まあ、基本的にはこの時金というのは取るしかないんですがここであえてこの拠点であった時金を捨てて そして8三飛車と下ろしていくのがこれがプロ思も非常に見えづらい一手でありましたまずこの8三飛車なんですけれども一例として7四玉と逃げていきますとこれは8四金からかなり本当に長手数の積み筋ばかりとなっているんですけれども6五玉に対しましてそこで6三ひなり合駒をしていきましても最後6六銀と打っていく筋で積み筋となっていますしまた変えてここで飛車などを合駒していきますとこれは同ひなりからこれもまた積み筋となっています 以下同玉に対しまして今度は4三に飛車から打っていくのが好手となっていまして、まあ、例えば6三歩と相駒していきますけれどもそこで8二銀玉を上がって以下8三金と打っていけばこれもまたちょっと芋筋の金ですが同玉は6三飛成また変えてこれ玉を寄っていくとも考えられるんですけれどもこれに対しては7三銀なりからそして玉を6五に上がっていきますけれども。 以下、えー、6六歩と打ってこれが最後一歩千金の積み筋となっていますえかえってここでもし仮に歩がなければ6三飛りしかないんですけれどもそこで金などを相駒されるような形になれば、えー、打ち歩詰めになってしまいそうなところ、えー、6六歩と打つことによって。 これで玉を引かせてから最後に6三ひなりとなっていけば詰み筋になっていますので、いずれにしましても合駒は角しかないということになります。実際はこれに対しまして山崎八段は7三角と放っていくんですが、本譜はこの次の一手が藤本五段が用意していた一手でありました。それが 七六金という手になりますこれは相手玉が大手になっていないんですけれども根元の桂馬を取っているということでまず山崎八段からすれば普通は同歩と取りは入れませんただこれに対しましてはここでなんと山崎玉が今度は積み筋に入っていまして以下7三飛成 同玉に対しましまて6号桂このように放っていきますと先ほど取った桂馬というのが自玉を安全にしながら最後この6号桂を放つことによって、まあ、53の地点73の地点をロックしていますので、まあ、一例として最善手は74玉と逃げていくしかないんですがそこでまた73金84玉に対しましては66角と放っていきますこの形になりますと相駒が非常に悪く例えば一例として、まあ、角や金 飛車ですとさすがに積みになりますので、まあ、何か打っていくことになると思うんですが、まあ、金ですと同角に対しまして同玉そして6六銀から玉を引かせて8三金まで積み筋となりますしまた変えてこれ6六角に対して7五角と打っていきましても同角同玉そして6六銀に対して これまた玉をどちらに逃げていきましても7 5を書く前の詰みとなりますので本当にぴったりというところであります。いやもうここまで進んでいきますと、まあ、ようやく藤本五段のこの読み筋、終盤力の強さもう全てが本当に凄まじいというようなところなんですけれども本譜はこのような順がありましたので山崎八段もさすがに金は取ることはできないということでただこの金を取ることができなければほぼ後手に長期はありませんのでひとまず相馬をさせていこうとします。 それが実戦7五角という手になりますもし仮に現局面なので例えば先手の藤本五段が例えば桂であるとか金や銀を放っていきますと今度は7六歩と取った手が、まあ、後手玉即詰みまでは生じない局面となっていますのでなんとか合をさせて粘ろうという順を見ていますまた3五角自体はこの5三の地点への利きをも足していますので6五桂以下の詰み筋というのを緩和しているところがありまして まあ本譜は6八歩に対しましてそこで4九飛車6九銀と進んでいくんですけれども実戦はここでようやく7六歩と取り込んでいきますまあ本当に山崎八段はかなり粘り強い棋士でありますのでそう簡単にはこういった土俵を割らないという指し回し得意な棋士なんですけれどもただここまで来ても藤本五段の手は緩みません本譜はここで7五桂と放っていきます 変えて、先ほどご紹介した7三左の筋ですと、同玉に対して6号系で、今度は6二玉と引いていきますと、5三に角などを放っていけば本来積み筋だったんですが、3号角の攻防手によってこの筋が消されていますので、これは無効というところであります。ただ逆に、先手玉というのは一時的にこれまだ詰めろにはなっていませんので、この瞬間に一手一手で寄せていければ勝ちになりそうという局面です。本譜は7号系に対しまして、6二玉。 そして、六三銀に対しまして、五三玉、そして七三ひなりと進んでいきます。ここまで進んでいきますと、ついに山崎八段の玉もそろそろ受けなしの局面となっています。 一例として、例えば次に6二竜と入っていく手であるとか、6二角、6四角、または5四銀なりなどの様々な積み筋がありまして、また先手玉というのが積み筋がありません。本譜はこの手に対しまして、もう山崎八段も観念したというような様子で、3七な成となっていくんですが、本譜はここで藤本五段は、 銀成とバシッと指していきましてこれで実戦は山崎八段が投了そして153丁を持ちまして藤本渚五段の逆転勝利となりました投了図以下は例えば同玉と取っていきますと5五金までの積みまた変えてこれ玉を下に逃げていきましてもこれもまたちょっと長いんですけれども6四角と放っていきます3二玉は3一金までのこれで尻金までの積みというふうになりますし また変えて、6四角に相い雲をしていくても考えられますが、ただこれも同竜と取っていきます。玉をここで3人に逃げていきますと、4二竜であるとか、あるいは他に3一金と捨てていきまして、5一竜と潜っていくような筋がありますので、詰みということになります。 一番頂点数ですと、まあ、同角と取るよりないんですがこれも同角りから玉を寄って最後3一金前と打っていけば詰みになっていますので実戦は現局面で5四銀なりで投了もやむをなしというようなところでした。 本局1局を振り返ってみますと藤本渚五段が序盤戦は若干良かったようなところもあったんですけれどもただそこから後手番の山崎八段も本領発揮というような様子で一時は勝率90%程度を築くような場面もありましたただそこから先手番の藤本五段のまた更なる本領発揮というようなところが見られまして終盤戦ではこの大逆転術藤井聡太八冠の本当に少し前の将棋をも放出させるような、まあ、そんな神業がご覧いただけたかと思います 特にこの本局を勝たれたことによりまして今年度の成績というのが51勝9敗勝率85%になったということで惜しくも今年度の1位は藤井聡太八冠の勝率 85. 数パーセントとなっていますのでこのわずか数パーセントの差で2位となっているんですけれどもただ、いずれにしましてもこのデビュー2年目ということまで踏まえていきますといやもうこれはもうまず勝率が高すぎるというところでありますし 本来であればこの85%え気づいた時点でもう藤井聡太八冠がいなければもう天才騎士だ天才騎士だと将来の八冠も目指せるんじゃないかと言われるようなそれぐらいの成績でありますのでいやこれはもう今後え藤井聡太八冠と伊藤匠七段もおられますけれども この藤本、渚五段も合わせたこの3人ということで、いやもう将棋界は新しい時代に突入しているのかなと思います。このチャンネルでは藤井聡太八冠や羽生善治九段の名曲をわかりやすく解説しております。ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。